静岡県立大学。静岡県立大学は、静岡県内に設置されていた県立大学を統合し、1987年に発足した大学である。1916年に設立された静岡女子薬学校を源流とする静岡薬科大学、及び静岡女子大学、静岡女子短期大学の3大学が統合された。また、静岡市する学には、 静岡大学も所在しているが、静岡大学の英称は、静岡ユニバーシティであり、本学の英称、ユニバーシティ・オブ・静岡と混同しないよう注意を要する。さらに、一部の案内標識等では、静岡プリフェクチャール・ユニバーシティとの表記も散見される。設置本部は、静岡県公立大学法人。なお、同法人は、ソロックキャンパスに、 静岡県立大学短期大学部も設置している。1987年に開学した際、国際関係学部や経営情報学部を設置しているが、これらの学部の設置は日本の国公立大学としては初めてである。国際関係学部では特色ある国際関係学が教育、研究されている。国際関係学部、 大学院国際関係学研究科での教育、研究のみならず、朽ちされた現代韓国朝鮮研究センターでも研究がなされいる。ここでは学部の垣根を越えて朝鮮半島問題について学際的に研究しており、研究者や研究成果がマスコミ等で取り上げられることも多い。同様の機関としてヨーロッパを研究対象の中心に据えた、 広域ヨーロッパ研究センターやグローバル教育を実施するグローバルスタディーズ研究センターが設置されている。経営情報学部では一般的な経営情報学部と異なり、経営学、経営に加え、会計、公共政策を含む情報学、情報処理、情報通信だけでなく、数学、数理、モデルも教育、研究している。経営情報学部、 大学院経営情報イノベーション研究科に駆使された地域経営研究センターや医療経営研究センター及びサテライトキャンパスでの社会教育などに力を入れている。また、日本の公立大学としては初めて研究員、学府制度を導入することを決めた。2012年に大学院の薬学研究科と生活健康科学研究科の2研究科を統合し、 教育部門を薬食生命科学総合学府として、一学府に集約し、研究部門を薬学研究員と食品栄養環境科学研究員の二研究員に再編する。静岡県立大学は、静岡薬科大学、静岡女子大学、静岡女子短期大学の三大学を改装、統合し、1987年に発足した大学である。 2007年4月には設置者が静岡県から静岡県公立大学法人に付加された。2012年4月には財団法人静岡総合研究機構の機能を継承・統合した。交渉は富士山と羽ばたく若鳥をイメージしている。福岡は小川国を作し三好工作局の我が夢を超えてがあり、入学式などの行事の際、 コーラス部,部員等によって歌われる。21世紀 COE プログラムとして1件のプロジェクトが採択されている。グローバル COE プログラムとして1件のプロジェクトが採択されている。都市エリア産学館連携促進事業として2件のプロジェクトが採択されている。産学館連携戦略展開事業として1件のプロジェクトが採択されている。 社会人の学び直しニーズ。対応教育推進プログラムとして2件のプロジェクトが採択されている。大学教育推進プログラムとして2件のプロジェクトが採択されている。戦略的大学連携支援事業として2件のプロジェクトが採択されている。草薙キャンパスの学園祭は県祭と呼ばれている。学園祭の名称は近隣にある。 草薙神社に対し日本穂高が草薙県を建て祭った小児から取られている。県祭は県祭実行委員会と呼ばれる学内の団体によって企画、運営がなされている。ソロクキャンパスの学園祭は立花祭りと呼ばれている。草薙キャンパス内にはツツジが多く植えられている。これはツツジが静岡県の県牧であることにちなむ。 ツジが開花する季節になると、キャンパス内で一斉に咲く。キャンパス内には桜も多く植えられており、キャンパス内の芝生園地は、桜の名所としても知られている。また、鈴木梅太郎の共造や、検証碑が混流されている。静岡県出身で、ビタミン B1 を発見した、文化勲章受賞者の鈴木の功績を称えるためである。付属図書館には、 写真家の岡村明彦を検証する岡村文庫が併設されている。草薙キャンパスの設計は、日本大学理工学部教授、小林義雄が主催する、株式会社アトリエ系と、株式会社日本総合建築事務所の作品が採用された。校舎はすべてレンガ作りを採用し、謎な広場を模した広場を中心に、校舎群が左右対称に立ち並んでいる。 レンガが使用されたのは、時が経つにつれ建築物の表情に味わいが出るためとされ、校内の設計、建築に対する評価は高く、社団法人建築業協会から第32回 PCS 賞を授与されている。また、映画やコマーシャルメッセージなどのロケ地としても使用されている。在学生同士が婚姻した際、キャンパス内で結婚式が行われたことがある。 レンガ作りのキャンパス内に赤絨毯を敷き、モーニュメント前の広場にて挙式された。様式は人前式である。なお、通常の列席者にまじり教職員も参加し学長が立ち会人を務めるなど、大学当局公認で行われた。大学設置以来、矢田キャンパスと呼ばれていたが、2017年4月1日に草薙キャンパスに解消された。また、 大学の設置者である、静岡県公立大学法人の本部、事務局についても、かつては、ソロクキャンパスに設置されていたが、2015年11月25日に、矢田キャンパスに移転した。なお、登記場は2016年4月1日付で法人の、住所をソロクから谷田に変更している。主に短期外学部の講義や実習に使用されている。また、看護学部、 大学院看護学研究科は、かつては、宿キャンパスに、主要な機能が置かれていたが、後にそろくキャンパスに移転した。なお、2015年11月24日までは、大学の設置者である、静岡県公立大学法人の本部、事務局など主要な機能が置かれていた。主に短期大学部の講義や実習に使用されていた。静岡県により、浜松市に、 静岡文化芸術大学が設置され、同時に静岡県立大学短期大学部浜松校文化教養学科食品栄養学科が廃止された。短期大学部浜松校附属図書館の蔵書は静岡文化芸術大学に引き継がれ、浜松キャンパスの敷地と校舎は浜松学院大学が犬木で使用している。主に薬学部や 大学院薬学研究科の実習に使用されている。静岡県立総合病院、青池北安藤4丁目の敷地内に設置されており、同院と協力して医療薬学関連の臨床実習などが行われている。薬学部の一部の研究室を谷田キャンパスから北安藤教育研究センターに移転させる計画が進んでおり、2008年度に臨床系の研究室が移設された。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。